はい、どうもミスターホワイトです。今日はですね、もう見ても分かるように野球の話をしていきたいなと思います。私の趣味が一応野球になりまして、まあ一応学生時代野球をやってたっていうこともあって、で、まあアメリカ自体やっぱり一番のめり込んだのがメジャーリーグになります。で、特にこうどのチームがめちゃくちゃ好きっていうことはなく、まあ来た当初っていうのは、なく、やっぱこう好きな選手とか、すごい有名な、一流プレイヤーを見に行くっていうのがすごい好きで。で、それでまあよく野球は、見に行ったんですが、もうね、やはり、大谷選手が来てからは、がっつり、エンジェルスを応援しています。せっかくなので、やっぱり一度はね、大谷選手がいる間にエンジェルスが優勝するといいなと思って、応援してるということなんですが、まあその中で、私が、趣味としている、まあその野球の中でさらにこう趣味にしてるのが、こういったグッズ集めです。特にバブルヘッド集めです。ということで、今日はですね、私の数々の集めた、エンジェルス、まあちょっとドジャースもあるんですけど、のグッズをですね、紹介していきたいと思います。まずですね、まあこういったお人形さんなんですが、これはバブルヘッドと言いまして、たまにね、野球を見に行くとプロモーションっていうのをやってるんですよ。で、その見に行ったら、グッズありますよ、無料でって言って、で、時にはこうタオルをもらったりとか、トートバッグをもらったりとか、あとはクッションをもらったりとか、で、T シャツももらえる時があって、で、その中でやっぱ一番人気なのが、やっぱバブルヘッドデーっていうのがやっぱ人気で、バブルヘッドをこうもらえる日っていうのが、やっぱみんなそれを狙って野球を見に行くんですよ。で、その時だってすごいチケット高かったりとかするんですけど、まあ、大谷選手のは全部、持っております。まだ3回なんだけどね。で、まあ、トラウト選手もあるし、まあ、たまにドジャースも行くので、カーショーがあったりとかするんですけど、まあ、このトラウト選手の場合は、これ300号ホームラン記念にしたものと、シーズン MVP を取った時の、記念したバブルヘッド。で、これシルバースラッガー賞を取った時の、バブルヘッドですね。で、これが、大谷選手なんですが、大谷選手のは、確かこれ1年目の、二刀流で話題になったので、二刀流バブルヘッド。で、これは多分ただのその、まあ、大谷選手がすごい人気なので、作った、毎年1年に1回は絶対大谷選手のバブルヘッドがあるので、それで作られたもので、これが確か一昨年、2年前のシーズンか、2年前のシーズンでサイクルヒットした時に、記念した、3年前だ、これ、そうだ、3年前に、記念した、サイクルヒットを記念して作られた、バブルヘッドとなります。まあこういうのが集めるのがすごい好きで、去年なんか大谷選手はシーズン MVP を取ったので、おそらく今年はそれを記念した、バブルヘッドデーっていうのが多分あると思うので、やっぱその日は絶対に行きたいなと思っております。あ、まあもう皆さんもちょっと気になっておられるとは思うんですが、もう一つの宝物、このボールたちです。3つのボール。1つはですね、まずこれ。これは別にサインも何もないんですけど、トラウト選手からもらったボールです。守備始まる前に、外野の選手がキャッチボールしてるんですよ。で、そのキャッチボールし終わった後に、まあ、外野手の選手っていうのは、外野席の人たちにこのボールをポーンって投げてあげるっていうのが恒例になっておりまして、もう私どうしてもトラウト選手からそのボールが欲しいということでずーっと構えてて、で、1回から9回まで、もうその日ね、エンジェルスめちゃくちゃ負けてて、で、もうみんな帰ったりとかもしてたんですけど、私はもう9回まで粘って、トラウト選手から、ボールをくれみたいな、ちょうだいみたいなのずっと叫んでて、で、9回の守備で、
あ、じゃあ8回の守備か。8回の守備でこれをもらったんです。トラウト選手が投げてくれて、本物の MLB で使ってるボールをトラウト選手からもらいました。でもう2つはもう結論から言うと大谷選手のサインボールです。これはどうやってもらったかと言いますと、まずこれが、まあ、妻が私の誕生日にくれたサインボールになります。これは大谷選手が来て、確か1年目の、時に、ちょっと妻が仕事関連で、サインをいただいたものになります。で、これもう一つが、確かこれは2年目の時にまたうちの妻が大谷選手と会う機会があって、サインをもらったということなんですけど、これすごい黒いじゃないですか。これ実際に大谷選手の、ホームランボールにサインをもらったということで、これも非常に大事にしております。土とかついててすごい汚いんですけど、でも非常に大事な一品となります。で、その年に実はもう一個誕生日プレゼントでもらってて、それがよいしょ、じゃん、ただのユニフォームじゃないです。これもうよく見てください。よいしょっと、ここの7の上のところに大谷選手のサインがあるんです。ちょっとこれになります。これもこのホームランボールのサインをもらった時に大谷選手からいただいたものになりまして、もう大事だ大事な宝物ということで、このケースも結構高いものを選んで悪くならないように保存しております。本当はこれ着て試合見に行きたいんですけど、どうしてもこのサインだけ消したくなくて、一度もこれ着て試合見に行ったことないですというわけで、ちゃんとしたやつなんだよね、そのユニフォーム、選手が着てるユニフォーム、そうそうそう、あの公式の、そう、うん、公式のやつで、まあ、あの球場行くと多分一番高いユニフォームにはなりますということで、私の、宝物の話をしたんですけど、これからまあこのチャンネルではちょっと野球関係 の、 あの配信もしていきたいなというふうに思ってまして、まあ、どういったコンセプトでするかっていうのはまだちょっと決めてないんですが、やっていきたいなと思っております。で、実はこの辺のバブルヘッドに関しては実は未開封のものが余ってるんですね。なので、まあ、今後あのチャンネル登録者数が増えたりとか増えて、かつ、まあ、私が日本帰るタイミング、一時帰国、ちょっと今ね、コロナでなかなか帰れないんですけど、帰るタイミングになったら、まあ、視聴者プレゼント企画みたいな感じで、抽選で、その未開封のものをプレゼントする企画も考えておりますので、もしよろしければ、チャンネル登録をしていただけると、幸いです。なので、まあちょっとね、チャンネル登録者数がこう増えて、まあだいぶ視聴者数が増えないと、やっぱちょっと抽選っていうのもなんか、やりがいもないので、いつかやるということで、チャンネル登録していただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、まあ、ちょっと長くなりましたが、私の宝物についてです。本日もご視聴ありがとうございました。